キスをするんですか。少し酔ったみたい。あなたに酔ったんだ。とんでもございません。あれは安物ですから。恐れ入ります。ケンジって私だったら逃げちゃいますけどね。結城頼子と小野木孝夫の初めての出会いだった。苦しい。どうした。もう大丈夫ですから。近所まで送ります。どちらですか。京都駅に。ぶしつけですけれども、お手紙を書かせていただきたいので、お名刺を頂戴できませんでしょうか。なんですか。驚いたわ。私、結城頼子と言います。お手紙を、いや、必ずお電話をさせていただきます。結城頼子、偽名だろうな。ここへよくお泊まりになるんですか。こういう宿が好きで。桜を見にいらしたの。桜とか仏像とか。お近づきの印に。君も飲む。ラッキー。本当に飲むの。ええ、いただきます。あ、そう。へえ、飲めるんだ。ごちそうさまでした。おやすみなさい。おやすみ。ああ、ごめんなさいね。彼女、僕の言い名付けですから。あ、そうですか。それから1週間経った。本件強盗傷害事件において新人として東京地検に配属になり、先輩の石井健二の教育を受けている。石井は特捜部の時、幾多の疑獄事件を経験した辣腕である。声変えられぬのよね。だから示談金が必要になって。彼女は助けて、警察の人に帰るから。もしもし。あ、お電話変わりました。この度はお宅の。柴崎、ふざけるな。非事実。はい、では
被疑事実について尋ねるが、本年3月27日午後1時20分頃、佐伯幸恵さん宅に息子の高志。小野木は同僚や先輩の石井健二に秘密を持った結城頼子のことである。非通知は頼子からの電話であった。仏像を見るのがお好きなんですか？あれは旅の途中に時間があったので見に行っただけなんです。あの菩薩、あなたに感じが似てましたね。旅の途中ですか？高松塚古墳に行った帰りです。高松塚古墳、奈良の？ええ、考古学が趣味で。考古学？古代人の遺跡を一人で見て回るんです。賢治さんが？子供の時から城跡行ったり、河原で矢尻や石のナイフを探したり、変わってるんですよ。田舎はどちらですの？大分です。大分、耶馬渓の近くですよ。耶馬渓？ええ、山国です。あ、そうですか。考古学の好きな山国の少年がなぜ賢治さんになったの？悪いやつが大嫌いなんで。まあ、結婚はしてるでしょ？独身にしては随分落ち着いてるし。だってもう若くありませんから。若くない？小野木さんはおいくつなの？28です。僕よりちょっと上ですか？危ない。え？尋問がお上手だわ。個人情報全部聞き出されそう。小さい頃にウニとかカキは嫌というほど食べました。小野木さん、全部どうぞ。海の近くの生まれですか？高いワインだったんでしょ？いいえ、それほどでもないわ。もったいないですよ。僕は田舎もんで、ワインの味なんて全然わかりませんから。本当につまらない男なんです。あなたの着ている着物だって、見る目のある男なら、どこのどういうもので素晴らしいねとか言って褒めるでしょうけど、僕には全然わかりません。だから一生懸命着物を着てきても張り合いがないでしょう。少し酔ったみたい。あなたに酔ったんだ。私という女だけを見つめてください。何も聞かないでください。結城頼子という私を信じてください。小野木はクラブに行った。検事になって初めての。私という女だけを見つめてください。今の尋問良かったんじゃないか？これで後輩じゃバッチリだ。あ、いずれ論告の草案の時には何かと教えていただきます。うん、よし、飯行こう。ごちそうさまです。マリカンだ。ゴルフ始めて小遣いなくてな。今度ゴルフ連れてってください。
ゴルフだと遺跡巡りしかできないくせ。ついでですか。あなたに会いたいから銀座まで来たのよ。本当ですか。それは嬉しいな。メスですか。ええ、女の子なの。夜ベッドで寝る前に必ずお話しするのよ。そうしないと眠れないんです。変だな、それ。どうしました？閉めて。その頃、国土産業省の企画局長の田沢隆義に妻の吉子から重大な電話があった。朝倉工商株式会社。時計か。300万。300万の腕時計か。失礼かと思ったんですけど、デパートで聞いたの。あなた、これって賄賂じゃありませんか。すぐ送り返しなさい。いや、私の名前で送り返すのはまずい。後で処理する。局長、杉浦君が来たよ。池口大臣が来週リターン待ちをとしたって。どうします、うん、あとで。え、あなたも。ただいま。おかえり。どうしたの。あ、そう、恵美さんから電話があったわよ。いやよ、新聞記者って生活が不規則だから。それに彼太ってるんだもの。初夏、小野木は結城より子と三度目のデートをした。二ヶ月近く音信不通で。ごめんなさい。この時、田沢和歌子も新聞記者の辺見博士と神大寺に来ていた。白鳳時代のお釈迦様で、関東では一番古い金剛仏なんですって。丸山公園の宿でお会いしました。ああ、和歌子さん、失礼しましょう。私たち、これからニジマスの塩焼きを食べるんですけど、ご一緒に食べませんか。あ、それなら、メール教えて。あ、パソコンのでいいんです。携帯じゃなくて、教えてください。彼女の着物、白大島でグレーの濃淡でカトレアの花を織り出してましたね。細かく優しい曲線を織るのはとても難しいんですよ。あの極上のかすりには感心しました。男の人なのに随分詳しいのね。ええ、多分人妻でしょう。そうみたいね。不倫ですよ。小野木高夫、地検の検事か。何よ、怖い顔して。検事が不倫、まずいですよこれ。
スをするんですか？小野木さんはあんなお嬢さんと結婚なさるといいのね。綺麗な方じゃないの。この道はどこへ行くのかしら。道があるんだからどこか行くでしょう。どこへも行けない道であるのよ。どこへも行けない道、あなたのことですか？行けない道なんてないんだ。なければ切り開いて道を作るんだ。ただいま。おかえり。どうだった？フェミ君にも寄ってもらえばよかったのに。今日ね、ケンジさんと会ったの。ケンジ君？ケンジ君って誰だ？ケンジさんよ、東京地検の。地検のケンジさんって、若子？京都の丸山公園の宿で知り合ったの。かっこいい人よ。ケンジって一体どういうことだ？知りません。知らないとは済まないよ。こんにちは、田沢若子です。私もう一度あなたにお会いしたいんです。深大寺であなたのそばにいらしたあの方は本当に胸が苦しくなるくらい美しい方でした。その方のお話をするだけでもいいんです。お返事はいりません。赤坂の谷川というお店で来週の土曜日の7時から9時までお待ちしています。ぶしつけなメールごめんください。こちらでございます。お見えになりました。どうしよう、嬉しい。どうも。パパには黙っててください。はい、じゃあどうぞお部屋の方へ。ここよく家族と食事をするんです。すごいな、セレブなんですね。そんなことないですよ、父は公務員ですから。公務員って？国土産業省の役人です。ああ、そうですか。小野木さんは東大なんですか？東大じゃなくたって司法試験には受かるよ。なんだ、東大じゃないの。私立だよ。悪かったね。お待ちどうさまでございました。ちょっと。もしかして。え？小野木さんと。はい、そう、私とここで会ったこと内緒にしてくださいね。
私先に帰ります。車を呼んであげなさい。どうしたの？小野木さん、あの人がいるわ。え？海へ行って。海を見たいの。もしもし。もしもし。ヨリコが突然旅行に誘った。自分と別れるつもりだと小野木は直感した。渋滞してて僕が来ないかもしれないって考えたりはしないんですか？いいえ、そういう人なんだ。男なんて自分の思う通りになるって思ってるんでしょ。方が良かった。ありがとう。よりこはいつもと変わらなかった。さよならと言われるのだと思っていたが、それは誤解だったのかもしれない。駅弁の方が良かった？いや、バラの花でいっぱいの庭が私の夢なの。そうですか。結婚したら小さい家買ってバラの庭を作りましょう。そうね。あなたの故郷はどこなんですか？私の田舎？佐渡なんです。佐渡？佐渡島ですか？ええ。結城という家なんですか？ええ、結城です。じゃあ今の名前は結城ではなく？いいえ、結城です。結婚してるんでしょ？ご主人がいるのかと聞いてるんです。その頃、意外な人物が田沢家を訪れた。突然押しかけまして恐縮です。朝倉交渉の朝倉でございます。先日はご丁寧に。
今日は近くまで参りましたのでご挨拶に伺いました。ああ恐れ入ります。あの時計主人と相談いたしましたら主人の方からお返しすると申しております。とんでもございません。あれは安物ですから。あそれからこれは生物ですからどうぞ早めにお召し上がりください。あ局長にくれぐれもよろしくお伝えください。ではごめんください。恐れ入ります。突然来るんだから気が悪い。あなた、あの朝倉さんと一体どういうご関係なんですか？関係？関係なんか何もないさ。ん？ちょっと引っ掛けたな。ああ、外しました。お帰りなさい。おい、どけ。足の具合はどうだ？こうなったのもあなたのせいだから。あなたに言ってしつこいのよ。当時にでも言ってこい。ま、どうもありがとう。昔の女でよかったわ。お前年取ってからいい女になったよな。そう、悪い男に捨てられて10年以上経って毒が抜けたのよ。よりこは温泉よ。どこの？山梨ですって。お花の友達と明日戻るって。台風が来てるんだぞ。風が強くなってきた。ええ、でも私こういうところ好きだわ。今日はあいにくのお天気で台風が来るそうで嫌でございますね。ここを通るんですか？はい、そのようでございます。どうしたんです？随分慣れてる。あなたにはやっぱりご主人がいるんだ。どうでした？お湯ちょっとぬるかったですね。なぜ着替えないんです？食事の前にお湯に入りませんか？お話ししたいことがあるんです。お話？停電だ。つけないで。小野木さん、聞い
てくださるわね。私夫がいます。私これ以上小野木さんに嘘をついてお付き合いをすることができなくなりました。やっぱり僕と別れるということですか。私小野木さんを知ったことで本当に幸せでした。とても短い間でしたけど。本当はこのまま死んだ方が明日からの無意味な辛い生き方よりもどんなに幸せか分かりません。僕はあなたと別れるつもりはない。絶対に僕は。ごめんください。失礼いたします。崖崩れで電柱が倒れたそうなんです。台風がひどくなりますので万一のことがあるといけませんから、すぐによそに移っていただきたいのでございますが。よそってどこへ。下にバスが来ておりますので、それで避難してくださいませ。台風による強い風雨の影響で身延線は現在運転を見合わせております。やたらと動かないで安全の確認が取れるまでしばらくここで待機していてください。よろしくお願いします。電車が止まってるみたいです。で、明日帰らないといけないんでしょう。ええ、帰らないと。ええ、帰りましょう。田沢局長、金返してくるかな。返すな。その日のうちだよ。私にも一つちょうだい。嬉しい。ところで奥さんどうしてる。知らない。吉岡さん、うん、ゆり子さんのこと好きなんでしょ。おお、好きだよ。照子なんかにはずっと好きだよ。なあ、ずいぶんね。おい、はい、帰れよ。え、考え事があるんだ。早く出て行け。帰るよ。こんな大雨なのに帰れっか。勝手な男だ。やだ。Thank you.
普通になった鉄道の復旧は早くても明日の夕方か明後日の朝になると言われて、二人はタクシーで帰る決心をした。富士宮まで。どうにか行けないです。いやー無理だよこれじゃ。だってこの先どこでまた火を打つか分かんないんだよ。これで通り過ぎないよこれ。電車が動いてるそうです。もうごめんなさい。ごめんなさい。いいんですよ、僕は楽しいですよ。さあ行きましょう。罰かもしれないわ。罰？山路さん、別れると言われたら私あなたのことを諦めます。僕はあなたから離れることはできません。別れないで。
本当にどんなことがあってもどんなことがあっても分かりません。夫のことは考えないで、より子だけがいると思ってください。他には誰もいないんです。あなたとより子だけ。電車たまったんだって。あ、今やっとたどり着きました。うん、それは大変だったな。小野木、ほんなら僕が特捜部の主任に任命されてね。特捜部ですか。それで君にも来てもらうことにした。ここまでは暮らし感じる変えていく P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。頼子が夫の朝倉常夫に会ったのは下手温泉から戻って2週間経った頃であった。よいしょ。いらっしゃいます。離婚届を書いてました。お帰りなさい。絵は変えたのか。偽物でしょ。外しました。絨毯まで変えたのか。ここは俺の家だ。勝手な真似はするな。別れたらあなたの好きにしたらいいわ。久しぶりに会ったんだから仲良くした方がいいわ。仲良くはできないわ。3人も4人も恋人がいてほとんど家に帰らない人よ。その上あなたが私の行動を全部この人に報告していて。い、外してくれ。はい。じゃあ1億は返すんだな。慰謝料にさせていただきます。何の慰謝料だ。浮気です。お前だって恋人はいるだろ。ええ、好きな人がいます。嘘をつけ。そのことをお話しさせてください。お前はそんなことのできる女じゃない。聞いてください。うるさい。お前の親に1億くれてやった。おかげで破産しなくて済んだ。弟も妹も幸せな結婚ができた。だから私はあなたと結婚したじゃないですか。1億で体を売ったんです。だと言ったぞ。言わなければ辛いから。作り話をするな。殺すぞ貴様。当たったらどうすんだ。死ねばいい。よくも女の顔。やめなさい、やめなさいって。この貧乏に
別れてください。黙れ、お前は俺の奴隷だ。夏の終わりになった頃、地検の空気が少し変わった。副部長と副部長2人と石井健次が密かに会議を開き、何かを話し合い始めたのである。国土産業省の汚職だ。国土産業省、なんだ。いや、こんにちは。急に呼び出しちゃって。そうですよ、全然メールもくれないし。いらっしゃいませ。ペリエをかしこまりました。僕はしばらくの間仕事が忙しいので。え？はっきりしとこうかと思って。怒らないでください。付き合ってたわけじゃないって怒るかもしれませんが。怒るなんて、もう会ってもらえないんですか。私の父のことで。あなたの。いや、社会部に行って聞いてきた。詳しいことわからない。でも朝倉交渉の朝倉という政治ゴロが国産省で何か動いてるらしい。政治ゴロの朝倉。政治家に政財界の情報を流したり、人を紹介したり、利権に絡んだことなら何にでも首を突っ込んで金にするハイエナのような人間です。そんな人がパパと何か関係あるんですか。ああ、それは絶対にありませんから安心してください。若子さんの父上は清廉な方ですから。それじゃ頼むよ。ありがとうございます。こちらでございます。ありがとうございます。どうした。お座り。ケンジさんに突然振られてしまいました。お前を振ったバカなやつだな。パパ。うん。お仕事忙しいの。それは忙しい。そう。その健二さんは名前は。あ、いいのよ、一度食事をしただけなんです。一度食事をしただけか。そうかい。間違いましたよ。平気よ。好きな人とここで暮らして、バラの咲く庭を作って、猫と暮らせたら幸せでしょうね。私だったら逃げちゃいますけどね。ですか。会いたかったのに。
ご主人は？一度帰ってきて、私が好きな人がいるって言ったら話を聞かないで出て行きました。それからずっと帰ってこないわ。ね、いつ戻ってらっしゃるの？迎えに行くわ。おかえりなさい。朝まだでしょ。お宅で作るわ。うち？え、レストランないから。家がいいの。お塩も何もないのね。お勝ちになったの？勝っちゃいけない真愛ちゃんだな。ゆり子は朝早く東京駅に人を送りに来ました。誰を？さあ。それぐらい聞いとけ。何興奮してんだ。株が半年に下がった。だから俺の言う通り上抜けといてよかったろ。感謝ぐらいしろよ。ゆり子がどこで？東京駅だよ。丸の内の南口で人を出迎えてた。出迎えてた。お相手は若い男。ああ。それは人違いだ。はい。ゆり子さん、旦那様が今朝戻ってきて、また今こんなこと初めて。あなた、別れてください。もう喧嘩はしたくありません。あなたと私は不幸な夫婦だったと思うんです。もういい。分かった。分かってくださったんですか？きちんと真面目に考えてくださるんですね。お前、今朝早く東京駅へ人を送りに行ったらしいな。うん。誰を？お友達よ。
なしの温泉に行ったことがあったな。台風の来た時に。確か花の友達と言ってたな。そうです、お花のお友達と。花の友達ね。日の朝、東京地検特捜部は吉岡政治研究所の吉岡正美に任意出頭を求め、吉岡は地検に入った。杉浦係長が地検に、吉岡がこらえきれずにゲロを吐いたんでしょう。私、まだ何も。先生、ちょっと取り込んでおりますんでね、これで失礼。そういえば依子さんが山梨の温泉に来た時、台風来てたわよね。危ない、前見て運転しろ。帰りなさい。バラはどうする？出てった後、綺麗に咲かれても嫌だと思って。お前は出ていけない。俺が離婚をしないからだ。お風呂ができてます。このカバンの中を整理しておいてくれ。あたしがします。余計なおせっかいだ。食事はいい。すぐに出かける。はい。苦いな。明日葉を入れたんです。
さら健康なんて気遣ってくれなくていいんだ。今までたくさんお世話になりましたから。青山京子って名前で泊まったらしいな。そうです。相手は若くていい男だと聞いた。誰だ？殺しはしないよ。破滅させるでしょ。別れなきゃな。手荒な真似もしなきゃならない。見くびるな。俺は必ず突き止める。どうだ、それでも出ていけるか。安心しないで。安心？密告するかもしれないわよ。吉岡さんが逮捕されたって新聞に出ていたわ。追い詰めないで。何をするかわからないが。面白い。やってみろ。どっちが破滅するか。ここからは P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。そう、杉浦係長が逮捕。代議士の池渕先生に、検察の方に。圧力っていうわけでもないけれどさ、教授に朝倉候補者に時計と600万円返しておくように。国土産業省企画局の杉浦係長の尋問には石井健二自らが当たった。そうですか。それではもう一度お話を聞きましょう。いいですか。企画局は外郭団体にプールさせた余剰金3億6300万円をチューリップローンの株に投資した。そのチューリップローンが今年2部上場するという情報をもたらしたのは朝倉交渉の朝倉、吉岡政治研究所の吉岡、土井法律事務所の土井の3名。あなたは彼らと一緒になってそのプール金をチューリップローンの株に投資して1億1300万8020円の利益を上げた。その金をどうしたんです？それから先は私には分かりません。分からない。朝倉交渉の朝倉が金の流れのことはよく知っていると思います。私は局長の指示通りに働いただけです。田沢局長の。いよいよ大詰めだな。田沢まで行き着いた。はい。明日朝倉曽根を呼び出して一気にドカッと。小野木さんは今父のこと調べてるんですか？小野木さん教えてください。父は逮捕されるんですか？幸せになってください。私家を出ます。僕は今すごい忙しくてあなたに何もしてあげられなくて。いいえ、別れようと思ったのはあなたとは関係のないことなんです。もう前から
その決心だったんです。私近いうちに田舎へ帰ります。そして正式に夫と別れます。離婚の手続きが済むまで田舎にのんびりしてるつもりです。僕はあなたを迎えに行きます。弁護士先生、ね、どうなります？逮捕状を持って検事が来るだろうね。はい、ね、あ、先生失礼。はい、何、検事？検事がどうしたの？今なんて言った？うるさいんだよ、ここはディスコに来てるんでね。奥さんの相手ですが小野木隆夫って言って東京地方検察庁の検事です。そりゃ確かかね。確かに奥さんの恋人は東京地検の小野木隆夫って検事ですよ。わかった、ありがとう。検事がどうした？いや先生、この話は忘れてください。はい。猫は？連れてくわ。猫は家に着くと言いますからね。この家が一番好きなんですから。うん。ちょちょちょ。これあげる。こんな高価なもの。朝倉にもらったものだから。寂しくなっちゃうわね。ご苦労様。東京都渋谷区消灯3-28-1朝倉常宅。小野木は2台の車で朝倉の家に向かった。しかしそこには朝倉のいないことは知っていた。わかりました。ねえ大変、検事が来た。小野木という検事は？ここにはおりません。捜索差し押さえる中です。はい。ご人いらっしゃいました。こういう名刺をいただきました。Thank you.
遅いな。まさか証拠隠滅を。え？もう一度誰かを呼んで、それで出てこなかったら勝手にやりますか。いや、来ましたね。いらっしゃいませ。私が朝倉の家内でございます。源氏さん、ある事件のことでご主人に検察庁まで来ていただかねばなりません。はい。お宅にある書類を捜索させていただきます。はい。奥さん、書斎はどちらでしょう。こちらです。小野木源氏、どうかしましたか。顔色がひどく悪いように見えますが。気分は悪くない。仕事を続けてください。そうします。私が自分の夫のこともこの家のこともあなたに教えたくなかったことが、私が悪かったのです。本当に許してください。いえ、あなたに対する気持ちは変わりません。これだけは確かに言えます。ただあまりに突然にあなたが思いがけないところに。あなたはあなたの任務でここに来られたのですから、それを立派に遂げてください。私はこの家の家族としてそれをお受けします。何か出ましたか。捜索しましたが、どうもこれと思うものが出ません。そうですか。何か会社の書類を隠したようなことは。存じません。あなたにはまだ逮捕状も出ていないことですし、答えたくなければそれでも結構ですが。でもね、遅かれ早かれこういうことは。おい、若いの、なめ
えるんじゃない。俺を誰だと思ってんだ。俺に風邪でも引いたか。今朝木本君が元気がないって言ってたぞ。大丈夫です。石井さん、朝倉さんのお世話をすることになりましたんで。いやどうもご丁寧に。あなたが小野木健二？ええ、小野木です。ああそうですか。古だね君。あいつのこと知ってんのか。いえ。あなたが小野木健二って言ってたな。田沢局長まで行きそうですか。あなたは神大寺で田沢和歌子さんと一緒に。田沢？小野木さん、あなた朝倉の奥さんと親しい関係と聞きましたが、今はどうなってるんですか。誰がそんなこと言ったんです。ニュースソースは言えません。しかしもしそういうことなら、この事件検察の敗北ってことになるんじゃないですか。検察の敗北とは何です。だってそうでしょ、朝倉恒雄の奥さんとあなたが密かな関係を結んでいたとしたら、検察の公正な、ひどいデマです。筆跡鑑定をすれば、この青山隆一郎という人物が小野木健二であることは明白になるでしょうな。で、どうしろというわけですか。朝倉君の女房と知見の健二、その記事はいつ新聞に載るんだ。わかりません。どうして、早く載せなさい。私の一存では。局長、東京地検の検事が面会を求めていらっしゃいましたが。逸見君、頼むよ。若子の許嫁じゃないか。許嫁？誰がですか。田沢局長ですね。ああ。はい。体の方は大丈夫か。体。はい、大丈夫です。妙な噂が出てるが気にしないように。しばらく休んで元気になったら普通の事件の方に回ってさ。私を特捜部から外すとおっしゃるんですか。大丈夫だ、君のキャリアは傷つかない。噂だと僕も検察の仲間も信じてる。ただ僕は今君を守りたいだけだ。なるからね。ひどい悪質なデマです、うん、そうだろう。
それは何だ。私は結城頼子を愛しています。小野木、全て忘れることだ。私は彼女とずっと不倫の関係にあり。小野木健二、頼子と何度も肉体関係を持ち、何にも言わなくていい、任せなさい。私は結城頼子を愛しています。彼女と共に歩いていくつもりです。何だ。貴様が小野木か。あなたの顔を見に来たんだ。プレイモノめが。おい、このデクノボを追い出せ。それは何です。バカだれ。バラの花も知らないのか。林弁護士団、某被疑者の妻と小野木健二が親密な交際を続けていたことは当方では確証を握っている。被疑者の妻と取り調べ担当検事が被疑者の妻との関係を法の一審にかけて黙秘することはできない。そんなことは前代未聞ですね。でしょう。小野木健二とあえてその上司たる検察幹部の責任を追及するつもりです。結果次第では検察として厳正な処分をするつもりです。石井検事だ。悪質な噂だと信じている。だがとりあえず小野木検事は休職処分にした。休職。どちらへいらっしゃるんですか。田舎へ。田舎ですか。ええ、この度はいろいろとごめんなさい。いえ、ショックを受けているのはあなたの方だと思います。かわいい。かわいいでしょ。朝倉さん、さよなら。
下着類を持ってきました。小野木が俺に会いに来た。そうですか。バラの花を置いていきやがった。お前の全ては自分のものだという傲慢な顔をしてやった。私がバラをあげたんです。でも今咲くバラじゃないのにどうして咲いたのかしら。栗崎あと2分しかありません。大事なお話でしたら早くなさった方がいいですよ。行くのか。元気でな。あなたも大事に。いらっしゃるの？京都のお寺です。あなたと会った。よかった。私あなたが心配で、もしかして死んでしまったかもしれないと思って。僕もあなたを心配しました。これから行きます。本当ですか？今どこですか？もしもし。東京駅の近くです。しかしこの時結城より子は別の場所に向かっていたのである。 We will soon make a brief stop at Otsuki. Passengers change into Fuji. あの樹海に入るとここの人でも出口がわからなくなります。そう。まだ紅葉には早かったね。はい、ごゆっくり。
は違うぞ。土地減ると一生戻れねえずな。頼子さんか。ええ。もう京都に着いた。今どこ？あなたのそばです。頼子、死ぬ気だろう。